桑島化石壁手取川流域の経過木産地とは、石川県白山市白峰地区にある国指定の天然記念物である。県指定の天然記念物、桑島化石壁産出化石は、その一部、中世代前期白秋の代表的な地層である。化石壁周辺は、江戸時代から地域住民には、この葉の模様のついた石や、 爪の形の模様のついた石が落ちているとして知られていた。子供たちはこの廃石を拾ったり、爪石に自分の爪を当てて合わせたりして遊んでいた。爪石とは二枚貝類の貝殻化石密集層の天石のことで、殻の断面形状が爪を押し当てた後に似ていることからそう呼ばれていたと思われる。殻の成分が雨水等で溶け出したものは、 まさに爪痕のように見える。1874年に、ドイツ人学者のヨハネス・ユストゥス・ラインがこの地で10、数個の植物の化石を拾い、それが、ジュラキ中期頃のものと判明、ナウマンの弟子、コフジブンジローが、手っ取り川流域の地質調査を行い、1880年に、報告書が発表された。これは、日本初の日本語で書かれた、地質調査の報告書である。 1889年から94年に、横山又次郎による調査が行われ、横山は、手っ取り川流域を含む家が、越前の中西層を、手っ取り堂と命名した。1957年、日本最古の経過目産地として、国の天然記念物の指定を受ける。1986年、同時日本最古と言われた恐竜の葉の化石が、発見された。 展望所より展望所に設置の化石サンプルありがとうございます。